どうもオレンジです。今回なんですけど、最近発表された最新情報がね、どんどん来ましたので、こちらまとめて見ていきたいと思います。早速まずはこちら、機械技師トレイシー・レズニックちゃんのね、造画の塔シリーズ SR 衣装は5月18日より、ショップに登場ということでね、この可愛らしいねトレチちゃんの、衣装欲しい方はね、楽しみにしていきましょう。学内のね、機械不意も彼女にかかれば即修理、元の形のままかどうかはご愛系ということで、いやトレチが学生だとこういう雰囲気っていうことですかね。今回の衣装は、短パンね、安定のトレチの短パンにこの可愛らしいね、ちょっと足が見えておりますね。で、こんな感じでちょっと後ろ姿がすごい気になりますね。で、赤いなんかあるな。お、これはあのね、ニッパーとかがこのポッケに挟まってるんだね。へえ、いやここねいいですね、ほんと。で、サングラスかな、これサングラスっぽいのがちょっとかかってるんだ。わあ、かわいい、めちゃめちゃ。動画の塔シリーズね、全部集めてるっていう人はね、本当に楽しみですね。値段も60エコーなので、かなりね、ゲットしやすいと。そして期間限定なので、5月18日楽しみにしていきましょう。はい、次はこちらね、漁師のね、限定落書きについてなんですけど、これね、ちょっと紹介するかね、悩んだんですけど、ちょっと僕の手元にね、届いたので、これ今回機にね、紹介しようかなと。台湾のね、スパウかな、ちょっと読み方わかんないですけど、台湾のね、なんかスポーツドリンクの、コラボ落書きみたいで、まあ、このスポドリね、買った人で、このね、QR コード読み込んでね、シリアル番号を、入れると、かけらとか手がかりとかいろんなね、アイテムの中でどれかが当たると、このね、落書きも当たるかもしれないよ、みたいな。結構ね、何回も入力しないと当たらないらしいんだけど、なんとね、さっき、レンジ君のね、メールボックスにね、こちら入ってたんですよ。ありがとうございます、本当に。誰だろうね、第五人格の動画上げてるから、どなたかがね、くれたのかな、フォロワーさんから。いやマジでありがとうございます。しかもね、一発でこのアイコン、落書きか、落書きをぶち当てているっていう、いやマジでもうシェイシェイで、これ欲しいっていう人はね、この台湾のスーパースパウっていう飲み物をね、まあ、現地の人から買うか、まあ、代行するからしいんですけど、はい、このね漁師の落書き、他にもねなんかあって、前回はねこんな感じだったらしいね。これは別の飲み物かな、これね、炭鉱者のこのなんかチューチューしてるね、落書きがあるらしいね。これは共通落書きなのかな、ハンターもサバイバーも、うん、めちゃめちゃ可愛いよね。いいなぁ、こんなね飲み物ね、日本にも来てほしいね。第5コラボでこういうね、リプトンのレモンティー的なね、オレンジジュースみたいな。で、期間なんだけど、この飲み物が6月30日までですかね。で、こっちのね飲み物の方が9月30までなのかな。ちょっとグレイス好きで気になるなって方はね、ちょっと代行、検索してみてください。はい、そして最高演技任務賞決まりましたね。今回が、白黒、無常になりました。 454.46 万票、やーば、任務賞、決まりましたので、本当に楽しみすぎますね、白黒無常。いや日本だと、無常っていうことなんですけど、おーすげー、挨拶とか祝賀とかいろいろあるね。すごい、弾幕であーとかおめでとうとかね、ここでいろいろできるんだ、すごい面白い。でこちらね、妊婦賞に輝いた無常さんはね、キャラソンやねボイス付きライブ 2D などね、前回通り作成されるらしいのでね、こちら楽しみにしておきましょう。そして、これ中国版の方でね、なんとグレイス漁師がね、妊婦賞決まりましたので、いやこれはね、今回2着制作ってことで、もう楽しみすぎる。これに至るまでね、結構激荒れしたってね、なんか聞いたんですけど、その中国版では、まあ、最初2足がね、1位だったみたいで、でこの白黒無常推しと、まあ、この漁師推しの方たちがなんか結託して、庭師推しのなんかアカウント乗っ取ったというか、不正ツールが行われたみたいな、ね、結構いろんなね、まあ、デマなのかちょっとわからないんですけど、情報がいろいろ重なった中で最終的に漁師になったらしいので、まあちょっとね、なんかいろいろ中国版では荒れてるみたいなのですが、まあ、最終的な結果としては、今回はねキャラがね被りなかったので、前回が、中国版張浩志だったのかな、はい、日本が芸者で、なんで今回はまあ白黒と、まあ、漁師がね、まあ、来るということなので、はい、まあ、キャラに関してはね結構荒れてるみたいですけど、一応ね、好きな方はね、まあ、楽しみにしていきましょうと。グローバル版ではね荒れてる感じはなかったんですけどね、まあちょっとうまくね、まあ、落ち着いてほしいですね。はい、そしてね、演劇衣装としては、中国版はね骨董商、そして心理学者が来ましたと。でさらには、伊高くん、夜の番人が来ましたので、こちらの3キャラ、そして日本では、骨董商にメリー先生に、ガラテアになりましたので、いやうまくね中国のサーバーとグローバル版で、被りなしでね言ってるんで、まあ、骨董商は被ってますが、他のね2キャラ
がね、被ってないのでね、こちらのキャラが全員来ると。これなんかでも言われてたのが、純粋な人気投票が欲しいみたいなのありましたね。やっぱそのこの衣装の被りがないからこっち入れようみたいななってるから、みんなその本来の人気投票とはみたいな、とは言われてましたね。そして三面図としてはね、もうすぐかな、マジシャンのコーラバイドっていうね UR 衣装、こんな感じですね。でもうね、ぶち当てるって人ね、楽しみだね。俺もこの世界観マジ好きだから、ちょっと欲しいなマジで。このねステッキやばいよね、白いこのねランプの笛みたいな、ステッキにこのね、ちょっともうアラジン感のあるね UR 衣装やばいね。これも強そうだ。そして骨董賞ですよ、これくの一っぽいね。うわーかっこよ、しかも黒いから全然使えるじゃんこの衣装ね、笛みたいな、うん、これでぶっ叩くんだ黒い。うわー強そうだな。これももうね、マジシャンもすごいんだけどね、ちょっと骨董人気えぐくてね、これも当たって当てたいですね、無料分で。でこれですよね、忍者もね、はやぶさ、うわかっこいいな本当に。もうこれもね当てたら最高ですよね。もうぜひねダイスぶん回していきましょう。で5月の予定としては、まあここね、この前情報発表あって、泥棒誕生日あったと。でもうすぐオフェンスがね15日、誕生日迎えて、これアンデッドかな、18日、そして20日20日に、まあ、発表会がねまたあると。この時また楽しみで、21日ベイン君に、お23ガンジ君ついに来る、おー俺は楽しみですね。で31日にまた来ると、はい、言った内容になっていますのでね。あ、脳幹視11日に来てるよ。おお、脳幹視もう絶対人気じゃん。この時に神髄が来るのか。いやーもうマジでこれもね、好きな方メモしよう。最後はこちらね、次の神髄の衣装たちが公開されてる PV がありますのでね、これ見て終わります。おお、ハリンがもういるね、大骨董賞に。今回エジプトピアンなね、イメージですが、おマジシャン UR、 いやこの世界観本当に好きなんですよね。ディズニー行ったらもうまずアラジン行くぐらい僕好きなんで、ちょっと回すわマジで。おーすごい、いやこの世界観好きな方はね、もう絶対にもうガチャ無料分霊感集めましょう。まあ、弾丸論破コラボもあるからね、ちょっとそっちにもね取っておきたいですが。おお、わ、忍者すげえかっこ、あ、少女、俺マジ少女ほんと好き、かわいいし、少女この衣装マジで欲しい。ゴールデンカムイのねアシリパちゃんみたいな、うん、いいね。悪い役なのかなマジシャンは、ちょっと悪そうだよねキャラの設定的にも。お、それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。